なとか思ったり。そう、大事。いろんな髪型に挑戦してみたいと思います。挑戦の髪型なんやろ、なんか角5個ぐらい生やしてみようか。カチューシャみたいにして。今度やってみようかな。縦ロールさ、やりたいねめっちゃ。やのにな、髪の毛が短すぎてな。いや、できるっちゃできるねんけど、なんか可愛くないんです。縦ロールはね、ロングじゃないと。スーパーロング気味のロングの方が可愛いから。縦ロールはなんか縦コロネみたいな髪型、巻き方、なんかこういうさ、なんかわかる？それです。コロネ、そうそうみたいな髪型一回やってんけど、この長さでもなんか、普通に巻いてツインした方が可愛かったなって思いました。あ、そう、もうめちゃめちゃくるくるどころじゃない、ぐるぐるぐるんぐるんぐらいに巻いた髪型。お団子2個ヘア、あ、それも好きですね。あのクマみたいなね、それも好きです。まさゆきさん、なんだこれは、なんだろう、なんか金のクマ。ありがとうございます、いつもありがとう、チュッ、ありがとう。なんだろうこれ、トロフィーみたいな感じ。ゴールデンクマタワー、ありがとうございます。なるほど、ベルサイユのバラ、あ、超わかりやすい、そんな感じ。ベルサイユのバラみたいな、なんか漫画に出てきそうな感じの髪型。次のお話し会はね、まだ決まっていないのですよ。月末じゃないわ、今週末にあるんですけど、それが今のシングルで最後のお話し会で、もう受付は終わってるんですけど、なので次のシングルがまた出たら来てください。今日はなんかこんなお洋服です。見えなさすぎ。え、ちょっとこんな感じ、わかる？なんかめっちゃリボンついた服、なんかこんな感じ、なんかブラウスみたいな。映せへん。そう、あ、黒いリボンついた可愛いやつ。え、これはめっちゃ安かったんですよ。さすがにお買い物上手やなと思いました。メールで送った、あ、確かにメールで送ったかも。この服着てる写真、違う日やけど、この服着てた。待って、好きな虫の変異間違えてた。え、そう、あのアーノンちゃんがなんかテンション上がったんか分からへんけど誰も誰も何も言ってないところで一人張り切って「ヘイ!」って言ってましたね今日は。あるあるですね。でもじゃ難しいね、タイミング。最初の時とかさめっちゃやってたし、なんか
シンシンってなんか分からへんけど、公園やとめっちゃ声でかく感じるねん。気のせいかもしれへんけど、で「ヘイ!」って言ったら自分以外の声あんま聞こえへんねんやんか。だからさ、え、今自分しか「ヘイ!」って言ってなくなかった、え、間違えたかも、どうしようっていう現象にめっちゃなるねんけど、最近はもう慣れたからならへんけど、最初の時はめっちゃなってた。え、今自分しか言ってなくなかった、ヘイの、間違いは。レイさんもなんかいつか忘れたけどなんかやってた、ライブかな、分からへんけど、多分あの今日のあのと同じとこでヘイって元気よく言ってました。え、やっぱ声大きいやんな、声大きくなったんかな。いいことですね、いい兆候。確かに、ヘイはね、何か言ってもいい、もうテンション上がったらヘイって言ったらいいね。シンシンの声聞こえるな。ミカニャンに何かシンシンのソロライブみたいな時あったみたいな言われた。今日シンシンのソロライブじゃないみたいな、他の声がでかすぎて。え、公園だと普段より声低い、うそ、普段の方が全然低い。公園、いや、そんなことないんかな、自分で思ってるだけかな。普段は、あ、なんか声低いってよく言われますね。でも普通にギャップでいいって言ってくれる方がいるので、自分の声も好きになろうと思っています思っています。毎日インスタにいいねするのが日課、嬉しい。もうほんまにあのね、お願いしますなんかそれ、そういうのがモチベーションで毎日頑張ろうって思うので、なんか今日ぐらいサボっていいやみたいなさ、なんかあるやん、よくないよくない。毎日ちゃんとあのいいねしてくれ、毎日あげるんだね。で1日1回も携帯見ない日、インスタ1回も開かない日あります？心身はないからあの絶対にいいねしてください。普段、え、そう、ラジオとかラジオとかで声低いってめっちゃ言われる落ち着いた声だねとか言われる。久しぶりに劇場声、え、来てほしい。毎日あ、すいません、え、やってない方がいるじゃん、いますね。ラジオ向きの声、いや、なんかね、すごいラジオ向きの声って何か分からへんけど、すごい言っていただけること多くて嬉しいですね女の子一人で公園行っても、え、全然いますし、女性席
とかもあるし、え、全然女性席じゃないところでもあの女の子一人で来てくれてる方いるし、むしろ目立つ、目立ってめっちゃレスもらえると思います。ぜひぜひ来てください毎回公園いるのもうめっちゃいいやん。絶対 DMM で映らんであろう場所を見て楽しんでください。あ、そういえば今日は初めて人魚のバカンスでセンターをしました。あと1分の時に言い始めるそうなんです。もうずっとやりたくて、で、この間たまたまちょっと私人魚のバカンスセンターやってみたいんですよねみたいな言ってみたら、たまたま今日人いなくて、それでなんか入れてくれましたね。で、衣装もほんまはその初日メンバーの人は自分の衣装、自分の色の衣装があるのね。だからその自分の色の衣装をどのポジションになっても着るんですよ。だからシンシンがセンターやったとしても、シンシンが2番手やっても3番手やっても4番手やっても黄色のいつもの衣装なんですけど、ちょっと今回はちょっとピンク着たいなみたいなピンク着たいですって言ってちょっとお願いして着させてもらいました。でもピンクの衣装を着るのは多分今日だけなので、まあ、これからは多分黄色になると思うんですけど、レアです、とてもレアだと思います。だから可愛い髪型をしましたいつも可愛い髪型してるんですけどそう、ね、人形は好きなんですよ。人形踊ってる時はなんか自分を出せて嬉しいからできて嬉しかったというお話でした。またアーカイブとか見てみてください。まあ、なんかそんなちょっとめっちゃ緊張、こう見えて緊張してたので緊張気味の顔だと思うんですけど、カチカチ人形かもしれないんですけど、ぜひ見てみてください。あ、オフショットも撮ったので何かしらに載せたり送ったりしようと思います。人魚のセンターはね結構な人数やったことあると思います。そう、今日もねむしろ心身センターやらん方がいいくらいのあれやったんですけど、言ってみるのは大事ですね。ウィスパーボイス、え、そう、なんか人魚初めて歌った時こんなにも自分の声に合った曲があるんかっていう思ってちょっと嬉しかった。なんか
局とかでさ、例えば暗いものだらけには向いてない声だけど、なんか人形歌ったらめっちゃハマって、これか、これ、この、この曲のための声やったんかって思いました。そんな感じでございました。ウィスパーボイス、そう、最近ちょっとウィスパーじゃなくなってきてるねんけど、ウィスパーボイスも聞きながら、レアなね、はい、そんな感じですね。ということでお時間が過ぎているので、ちょっとランキングを読んで終わりたいと思います。じゃあ行きますね。13位たるきち、ありがとうございます。12位しんごさん、ありがとうございます。11位いぞう、ありがとうございます。10位ななほ、ありがとうございます。なほちゃんありがとうございます。9位野原しんのすけのすけ、ありがとうございます。8位まっつんやん、ありがとうございます。7位とっしー、ありがとうございます。6位しん、ありがとうございます。5位がみさん、ありがとうございます。4位、沸騰注意、ありがとうございます。3位、カヌピー、ありがとうございます。2位、クニさん、ありがとうございます。1位、マスエキさん、ありがとうございます。はい。ということで、最後まで見てくれて、ありがとうございました。また配信するので、いや今月はというか今月もというか公演たくさんあると思うので、まあ配信もするので、皆さんぜひその時にお会いしましょう。ありがとうございました。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバーイ。